1994年式ルノー19のメーターパネル。タコメーターの隣でチョーク弁の作動を示すオレンジ色の警告灯が点灯しているチョーク弁はガソリンエンジンとそれらをベースとしたエンジンにおいて燃料を供給するキャブレターに設けられた機構である。エンジンが冷えている際の始動時に燃焼させる混合技の空燃比を一時的に高める機構である。 キャブレターのメインボアに蓋をして、吸気の流速を上げ、吸入負圧を高めて燃料の供給量を増大させるという方法をとっており、その様子から息苦しくさせるあるいは塞ぐといった意味を持つチョークと呼ばれるようになった。この蓋にはスライドバルブ式やバタフライバルブ式がある。また、目的も操作方法も同じバイスターター式も講義にチョークと呼ばれている。 なお、燃焼の仕組みが全く異なるディーゼルエンジンでは、チョーク弁は不要である。チョーク弁に代わって手動性を高める装備としては、複質式では燃料に直接触れるグロープラグを、直噴式では吸気温度を高めるエアインテークヒーターが備わっており、いずれも始動後の回転維持や運転性確保は、アクセルペダルやハンドスロットルノブで燃料を増量することで行う。 チョーク弁式以前にも、霊感指導を容易にするための機構として、ティックラーという方式が存在した。だが、チョーク弁に比べて、その操作に一定の慣れを要し、またオーバーフローによって路上にガソリンを垂らしてしまう、ため、より操作の簡便なチョーク弁式が普及していった。かつての自動車では、キャブレターを採用するほとんどの車種にこのチョーク弁の操作ノブがついていたが、 1970年代、中頃からオートチョーク化が進み、運転者が直接操作することはなくなった。2000年以降は、電子制御燃料噴射装置を採用する車が、ほとんどとなり、チョークという名そのものも忘れられている。なお、未だキャブレターの採用率の高いオートバイや、農業機械、発電機、ポンプなどの動力に用いられる汎用エンジンなどは、 手動式や自動式のチョーク弁がついている場合が多く、チョークの名は自動車ほど捨てられていない。その構造や作動原理に違いはあっても、エンジン始動時に燃料供給量を増やすことで始動を容易にするための機構では、いずれの方式にせよ慣習的にチョークと呼ばれることが多い。ただし、チョーク弁以前の機構であるティックラーは、使用しながらエンジンを始動させるのではなく、 エンジン始動前に一旦作動させる機構のためか、講義であっても、チョークとは呼ばれない。原則として、チョーク弁の操作が必要なのは、始動直前と、始動直後だけであり、エンジンが冷え切っている時や、外気温が低い時など、エンジンが始動しにくい状況でのみ操作するものである。温暖な気候や土地では、冷間始動でもチョーク弁の作動は必須ではないが、 冬などの寒い時期や寒冷地ではガソリンなどが気化しにくいために作動させる機会が増える傾向となる。チョーク弁を使ったエンジン始動方法は概ね次の通りである。チョーク弁を作動させるためのノブやレバーを一杯に作動させる。これをチョークを一杯まで引くなどという。スターターモーターやキックスターターなどでエンジンを始動する。エンジンが始動したらチョークノブ等を約半分まで戻す。 これをチョークを半分戻すなどというエンジンが安定して回転する状態まで待つエンジン回転が安定したらチョークノブなどを元の位置まで戻すこれをチョークを完全に戻すなどというチョークノブなどを完全に戻したら車両の走行を開始する以下は操作上の注意点などを記すエンジン始動時に混合儀の空燃比を高める方法として手動式では2種類 自動式が1種類の合計3種類の方式がある。チョーク弁を持つキャブレターの概念図。スロットルバルブとチョーク弁の間にジェットが存在し、チョーク弁を閉じることで燃料が多く吸い出される。キャブレターのベンチュリ内で最も上流側にベンチュリの断面積を調節する弁を設けておき、これを開閉することで燃焼室からの吸入負圧を増大させ、通常より 多くの燃料を吸い出す方式。厳密にはこの方式のみが、チョークと呼ばれる。チョーク弁には一般にバタフライバルブが用いられ、それ以外の専用機構は特に必要ないので、他の方式と比べても構造が簡素で、済むのが特徴である。ただし、チョーク弁を完全に開いた状態でも、チョーク弁そのものが、ベンチュリ内に残って、吸気抵抗の一因となってしまうという欠点を持つ。 自動車では運転席からワイヤーで作動させるものが多く、オートバイではハンドルバーにレバーを持つもの、フロントフォークの三股付近にノブを持つもの、キャブレターのレバーを直接操作するものがある。なお、仮払機など消排機量のエンジンにはさらに簡易なスライド式のチョーク弁が用いられる場合がある。これは単純にキャブレターの吸気口を 板状の金具をスライドさせて塞ぐもので、チョークを開いた場合は、ベンチリ内に、吸気抵抗となるものは残らない。バイスターター式の動作概念図1バイスターター閉鎖。2バイスターター開放。閉鎖された、スロットルバルブの先で燃料が多く吸い出される。通常の燃料供給経路とは別の燃料、供給経路を設けておき、これを手動で開閉する方式。 吸入空気の量を絞らないので、厳密には、チョークと呼ばれずに、バイスターター、または略して、スターターと呼ばれる。なお、これを作動させるスイッチについても、厳密には、チョークレバーや、チョークノブではなく、バイスターターレバーや、バイスターターノブと呼ばれる。なお、バイスターターとは、和製英語であり、英語圏では、エンリッチャーや、ミクスチャーエンリッチメントサーキットなどと呼ばれる。 通常とは別の燃料供給経路とそれを開閉する機構を設けるので、チョーク弁式よりも構造が複雑になるが、チョーク弁式のようにベンチュリ内に突出した機構を持たないために、吸気抵抗に影響を及ぼさない利点がある。燃料の増量を吸入負圧の増大にあまり頼らないのも利点の一つである。バイメタルを用いたオートチョークの一例。バイメタルが温まることで、 チョーク弁が回転する。何らかの仕組みで、冷感時に自動的に混合技を濃くする方式を指す。エンジンや外気温に応じて自動的にチョーク弁やバイスターターが作動あるいは停止するので、運転者が手動で操作する必要がないのが特徴である。自動でチョークやスターターを作動あるいは停止させるのには、 温まると膨張するバイメタルやワックスによるサーモスタットが用いられる。オートチョークでは、霊感指導でもそうでなくても、あらかじめ自動的に混合技を調節してくれるので、指導操作がより簡単になるという効果をもたらした。その意味では、セルモーターと並んで、自動車やオートバイの大衆化に貢献した機構だと言える。燃料噴射装置近代的な電子制御式。 燃料噴射装置の場合、温度センサーでエンジンの暖気状態を判定し、エンジンコントロールユニットが各インジェクターに暖気完了まで燃料を増量する指示を行うか、霊感増量専用のインジェクターを作動させることで、チョーク弁の代用としている。チョーク弁の原理上、単純にキャブレターの吸気口を手のひらで塞ぐだけでもチョーク弁と同様の効果が期待できる。 ニストローク機関を使用するレーシングカートにおいては走行テクニックの一つとしてこのような操作を行う場合がありチョーキングという名称で呼ばれているチョーキングを行う目的としては単純にチョーク弁の代用とする以外にもストレートエンドでエンジンブレーキをかけた際の焼き付きを防止する目的や夏場にエンジンの冷却を補助する目的ドリフト走行のきっかけを作る 目的等がある。また、エアクリーナー等が、吸気圧力で変形して一時的に、エアインテークの一部を塞いでしまうことで、走行中に燃焼が濃くなる現象についても、チョーキングと呼ばれる場合がある。戦術の通りディーゼルエンジンの始動に、チョーク弁は使用できず、スロットルバルブも必須ではないが、エンジンを停止させる際に燃料か空気を遮断する、必要があり、 そのためにインテークマニホールドにバタフライバルブを備える例がある。旧式の LPG エンジンなど。ガソリンエンジンが均質化した混合儀を点火プラグでガス爆発させるのに対し、ディーゼルエンジンがシリンダーに吸入するのは空気のみであり、吸気を絞ることで指導性が向上することはなく、かえって酸素不足で燃焼エネルギー自体を減らすことになる。いずれも、 セラミックやニクロムヒーターを用いた電熱式でグロープラグが直噴式にを用いられる例もある。また年間を通して気温の高い熱帯地域向けなどのエンジンではこれらの指導補助デバイスが省かれているものが多い。映画世界最速のインディアンにおいてバート・マンローがこの方法でエンジンを指導するシーンが見られる。ボキャブラリーカートチャレンジ ハットシーン15熱について、レーシングカート一人りごと、レーシングカートファンクラブ、ハットチューニングバイブルナッシュ NRMAGIC.com。ありがとうございます。